yes 猫太郎チャンネル、えー、大阪ビル火災の件でねちょっとお話ししたいことがあるんですねまあこれ日にちもたってあれなんですけども、えー、事件があって、えー、明けて、えー、土曜日なんですね昨日がで報道があってまあ、土日の休みがある,あるからあのー やっぱりもう新しい事実が出てきてないっていうこともあるんですけど、あれこれちょっと流れが変だなと思った一つは、これ、犯人とされる男の使名も出てきてない。そして、皆さん、あの、私ぐらいの年代の人たちだと思う一つの違和感というのは何かって言ったら、被害に遭われた方たちの使名が出てこない。使名がね、名前が出てこないと。というと、やはりこの報道の仕方に、 この臨場感というか、生々しさが欠けるっていうのがあるんですよね。熱海の土砂災害の時もありまして、ね、あれ名前出さなかった。名前出す出さないがいいって言ってるわけじゃないですよ。それに慣れてる私たちにしてみたら、伝わりにくい。あのー、 具体性がないっていうのはあると思いますね。えー、画像も全部わからないようにして、搬送し方も、まあ、あのブルーシートにっていう形になるし、昔みたいな報道の仕方ができないんで、事実が伝わりにくい、あの大事なところを隠してるってことで、本当のこの、まあ、ちょっと考えれば怖さはわかるんだけど、そういったところもあるんじゃないかろうかと。で、一つ、なぜ名前が被害者の人が出せれないって大きなポイント。 よくよく考えたら、私、これ正確に聞いたわけじゃないんだけど、被害に遭われた方たちが、ほとんどが心療内科の、えー、患者さん。ということは、その親族、えー、配偶者、っていうことから考えたら、名前は出してほしくないですよね。心療内科に差別的だとか偏見があるわけじゃなくても、そういうふうになってしまいますよね。だから出せない。マスコミは名前を出せない。 そこに通ってたっていう、まあ、名誉のこともありますけど、別に、そういう風潮があるからですよね。せ、あの、診療なんかに通うことがダメじゃないけど、通っていたから何か問題を抱えていたんじゃないかって思われるというふうに世間の風潮があるから、それをお盆ばかって、えー、結局報道できないっていうことですよね。えー、今が、えー、えー、土曜日の、えー 午後になってますけど、そういったように生がしめが出てくるっていうことはないので、やっぱりそういうことかなと思います。これ、え土日が明けて日曜日になってそういう報道のされ方がするかわからないですけど、おそらくそうなんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、以上です。